えー、イランがイスラエル攻撃核があってよかった。はい、いやー、すごいですね、今回の。はい、えーと、イラン。 攻撃、うんはい、イランが攻撃をしてきましたというニュースで、はいうん、4月15日のこれ夜ですね、はいはい、日本時間だとも4月16日入ってるんですけど、イランという国は、これ見ての通りり、すね我々はあまり意識しないですけど、意外と中東においてはやっぱり大国なんですよね、でかい、ねはい、人口も何千万、8千万人ぐらいですかね、うん、えだいぶやっぱり規模としても大きいですし、うん、隣のイラン、まあえーと、それとペルシャ人ということで、うん、ちょっと人種的にもその周りの アラブの国々とちょっと違うと,違うということがあります。うん、で核兵器も今開発中ということになっておりましてですね、うん、まあアメリカとも敵対。昔は仲良かったんですけど、ところがその後まあ79年にイラン革命がでそこからあのイラン敵対的な国家になったという状況でございます。うんはい、で、えー、イスラエルがまあアメリカのまあほぼ同盟国というかまあかなりまあ近いんですけど、うん、そのイスラエルと、えー、アメリカがイランが本丸になってそちらと 対立しているという状況なんですけど4月15日の夜にですねイランから2000キロ離れてるんですね こ,の今ここにガザ地区と出ているこの黄色いところに、緑のところのイランの方からまあ一斉に、ほ他にもシリアの方からあの飛んできたりとか、イエメンの方から飛んできたりとかもあるんですけど、これちょっとデータがすごいんですよ、今回のイラン攻撃、いくつかその特徴をあの僕、今回もまとめましたまず攻撃してきた、もう一番最長の部分での大体いい2000キロ、これね、本州の一番下の鹿児島から北海道ぐらいまでの。 距離なんで、すよそこを飛び越えて、はい、え来たとで、えー、5時間にわたって攻撃が行われました、発射されたミサイルおよび無人機は350発以上といわれております、無人機が185機なんですけど、はい、これ、無人機、シャイドっていう、要するにもう、頭に、えー、ミサイル乗っけた無人機なんで、まあ、ほぼ巡航ミサイルみたいなもんなんですけど、えー、こういうものも含めて185機。 えー、巡航ミサイル、これ、クルーズミサイルですね、はいはい、CM とかあの専門用語で言ったりとかしますけど、これが36発、はい、まあこれ、巡航ミサイルってスピードがそんな速くないんで、普通の飛行機と同じぐらいなんで、うん、まあ普通にだらだら行くんで、時間はかかります、2000キロなんで、うん、そうすると、数時間かかって、まあ、弾着ということになります。それと、えー、弾道ミサイル、これが速いですね、はい、あの非常に速くて、110発ですね、これ、もう一,一気に上からがーっと行って、ですね、えー、マッハのスピードでこう入ってくるという状況になります。でこれあの、えー 問題はですね かなり打ち落とされています、うん、あのこれ、イスラエル側の発表によると、99%を、まあ、迎撃できたということになります。うん、しかもこれ、えー、迎撃したのがですね、イスラエル軍だけじゃなくて、うん、その周りのアメリカとかイギリスとかフランス、うん、および周辺国、例えばこれ、えー、ヨルダンとかの戦闘機出たりとかをしてですね、一応合同という形で、この99%迎撃してるんですよ。そ、うんはい、そういうい意味では、うんえー、その前にももちろんイラクが自 事前にこの日、これからちょっと危ないからねって、その上、通るからね、ミサイルがっていうことを事前通告済みであるので、あ,ある程度、これ、よく皮肉った言い方する人たちだと、なるほど。 だって、これやるぞと、やるぞと、で実際、予定も大体これぐらいだよっていうことを言ってて、うん、でアメリカ側も当然、その前に48時間以内に攻撃されるっていうのを、イスラエル側にも教えてたしっていうところじゃないですか、はい、で実際、被害が出た、まあ、それでもな、弾着何回か、えー、南部の空港のほうに、うん、空港というか、まあ、あの空軍基地のほうに、はい、やっぱりあの数発は、はいは、8発ぐらいだと言われてますけど、一応、その被害が出て、うん、なおかつ、ベドウィンの少女1人、 これね年齢が分かんないですよ、7歳とか11歳とか、うん、まあ情報によってあれなんですけど、少女が1人、しかもこれあのい、いわゆるイスラエルユダヤ系のイスラエル人じゃなくて、はい、ベドウィンだと、はい、イスラエル側も当然なんですけど、アイアンドームとかのやっぱり機能をやっぱり見てると、うん、もう、あっ、この今入ってきてるインカミングのこのミサイルに関しては、うん、今、落ちてきてるけど、これ別にあの人口密集地じゃないなと思ったら、わざと外すというか、はいはい、見逃すパターンもあるんですよね。 プロレスだって言われるくらいだから、うん、打ち落とせるレベルの攻撃しかしてないという,う,う,うあまあ,、まああの、イラン側ももしかしたらフルパワーでやったのかもしれないだからそれがちょっと分からない <laughs> これこれがそれがね、るるね分からないんですよ、これ、問題は。でも、先にやるよって言ってたわけですからもちろん、もちろん経験が。 途中で上空を通過するじゃないですかイラクとあとシリアにイラクからも飛んできてるっていう話もあるんでシリアはどちらかというとイラン寄りじゃないですかそうするとやっぱりイラン側としては上を通るからっと気をつけてねみたいな形の部分はある目的がちょっと分かりづらいのはイランとしては国民を納得するために撃ってショートしてイスラエルを怒らせる気はないと。 そうすよね核兵器とかもたてきが分かんないじゃないですか、今回、打つよって言って、まあまあ、迎撃できるレベルのの実際、到着したのは本当に数発だけなんで、途中でほとんど撃ち落とされてるんで、ていうことですよね。ですよね。だから、本気で当てにいってねえなと。 <laughs> うんまあ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 それはですよ、ね、かもしれないだからお互いにどこまで示し合わせてたかっておう恐らくもちろん示し合わせはしてないんですけどある程度これであのイラン側もこれはメッセージだぞと。うんはい で俺,で俺たちこれで終わりだからなと、うん、お前らシリアの領内にあるイランの我々の国の在外交換ですか、はい、自分たちの施設のところで、うん、お前ら,うちらのうちの、うちらの軍人殺しただろうと、うん、それに対する報復、うん、報復をだからまあ公式にやりましたということだと思うんですだからやっぱりその武力,武力攻撃そのものが、お互いの,このメッセージの発し合いという、はい。 状状況況になってるっててるのは分かりやすいもちろんこれプロレスって言い切るまでには僕は言えないと思うんですよ、ねまあもちろんプロレスだって言いたくなる気持ちも分かるんですけど実際にでもミサイルは撃ってますから。だだから、はい、そうなんだけど、うん 手抜いた理由っていうのが、うん、この奥山五六ですか <laughs> このこの五六って言われるとすごくもうもう奥山のあのー、核大好き誤解,誤解を受けるやすいんですけど核核大好き僕はやっぱりこれは核兵器があってよかったなっていう,う核があるから、はい、まあ今日はこんな とところにしたったるわイラン側もそういうふうにだってこれ、核戦争になっちゃったら、さすがにやばいじゃないですか、はい、でイスラエル側もそれも、も、まあまあ、核持ってるのはイスラエル側、うんはい、だけなんですけど、うん、でそれでもあの、やっぱ報復して、中東戦争になってってことになると、やばいよね、うん、ということなのであの、核兵器があることによって、お互いエスカレーションしないように抑えとこうぜっていう、合意みたいなものは、お互いに喋ってるわけじゃないですけど、うん 合意的なものはなんかお,お互いあうんの呼吸でやってる部分はあるんじゃないか、うん、まあそれはプロレスと呼びたければ呼べっていう形ではあると思うんですけどね今月のですね。 え2週間後ぐらい 2>、はいあ、2週間後じゃないですね、うんあの、4月28日だと思うんですけど、うん、私があの翻訳で関わったプロジェクトの一環としてです、ね、うん、この本が出ます、ロバート・ジャービスという方ですね、うんあの、もうこれ、2、3年前にお亡くなりになった、2021年かな、お亡くなりになった方なんですけど、うんうん、まあ、その筋の。 あの国際関係論というか、国際関係において、特に抑止の話とかですね、うん、知らない人はいないというぐらいの巨人です、うんはい、で日本でも、えーこれ、彼のロバート・ジャービスっていう人の方、まあね、この人の方難しいんですよ。 うん、すごい細かくて難しいんですけど、えー、これに、一応出るのは2冊目なんですよね、前の本、全然売れなかったんですけど、うん、今回は少しは売れるかなと、期待して僕もあの翻訳授業に参加させていただいたんですけど、はい、核兵器が変えた、えー、軍事戦略と国際政治という本が出ます、うん、でこの本、どういう本かというと、核兵器が登場したことによって、国際政治変わったよねっていう、核兵器を肯定してるわけじゃないんですけど、うんうんはい 核兵器やっぱり出てきて、にらみ合いしたら、国際政治変わったじゃないですか、変わりましたね、核抑止とか出てきて、やっぱりお互いに、うん、核兵器で戦争しちゃったら、人類破滅だよねっていうことで、うん、他にそこの核兵器がある、持ってる、存在する世界の中で、みんなスーパー大戦争みたいな、はい、世界大戦ってやっぱりちょっと無理だよねっていう、うんはい、でその理由を説明した本です。なるほど、うん とということなんですよだから僕は先ほどの話に戻りますけど、<laughs> まあ、すごく語弊はあるんですけど、はいあの、核兵器があったおかげで、まあ、ものすごい大戦争っていうのは、やっぱちょっとないよねいこんなこと言ってたら、また政府から仕事もらえなくなっちゃいますよ <laughs> 僕はですか、はい、いや、でもこれ、事実ですから、核あっああだって今、日本、戦略三文書とかの中でも、はい、抑止、抑止ってすごく言ってるじゃないですか。はい、でそれはやっぱり核の 抑止っってていうところがあって、うん、日本政府自体も核の傘のアメリカの核の傘の下に生きてるわけですから一番いいのは、うん、日本に核があるのが一番いいんじゃないですか。 まあそれはそうだと思うんですけどそんだけのやる気が日本政府今あるとと思いいますそううこです。和田さんはもちろん門岡先生についてですねもちろんそうだということなんですけど核兵器派ですよ核武装派ですけど僕はそこまでのやる気が日本にないのが情けないなというかこととだは思いまますわかりでもこれがあるおかげでだから大戦争に至らずにイランとイスラエルもお互いにこう まあちょっと大戦争だけはやめようぜっていう、なんかこう、時勢が効いてるっていうのは、僕、ちょっとあると思す、ねはい、それが時勢が効いてるのがこれだと、はい、そういうことです。今回のイラン側の攻撃は、僕はこれ、プロポーショネイトレスポンスだと思うんですよ、はい、これ、プロポーショネイトレスポンスって何かというと、均衡対応とか、これね、うん、これもね、またね、なかなか戦略用語すぎて、日本ではあまり、その締約というものがなくてですね。 プロレスレスベルじゃない,ですかこれいやいや、まあ、あの例えば今回の例に当てはめて考えると、ほら、えー、シリアの領内にあるイラン側の、えー、公共施設というか、在外公館の中にいるイラン側の軍人がいるのは、うんはい、イスラエルが空爆したんです、うんはい、これ、もう完全に国際法違反なんですけど、や,ねはい、やっちゃったんです、うんで、要するにその、自分の、まあ、シリアにある自分の領土じゃないですか。 在外公願なんで、そうすると、その建物に対したってことは、これはつまり、イランとしては、自分の領土にミサイル撃ち込まれたってことですね、そうすると、イラン側も、おし、分かったと、じゃあ、それに対応した、均衡な、それと同じぐらいの割合で、初めてなんですけど、イスラエルに対して、それと同等の、要するに直接攻撃をすると、領土に対して直接攻撃して、ほら、俺やったるれこれぐらいにして、勘弁しといたるわって言ったっていう。 状況ですよすこれはこれで奥、はい、山さんは良かったと言ってるんですけどかこれりゃったというかまあはいあのおめそうだと言ってる人がいるじゃないですかはいそうですこれですよですですこの人がダメだともうねまあ言うだろうなと思ったんですけど、うんはい、出てきましたねこういうプロポーショネイトレスポンスはダメだという方がもう出てきましたあのあの ジョン・ボルトンさんですす国連ございまトランプ政権で最後はね国家安全保障担当やられた方なんですよねアドバイザーやられた方なんですけどトランプを最終的に嫌ってジョン・ボルトンという日本本語でも出てますトランプ政権の内幕を内幕をですね暴くボルトン本ということで有名になった方なんですけどこの方前から超イスラエル派ネオコンという方ですかねとにかくイランが大嫌い。北朝鮮

どっかジョン・ボルトン出てないかなと思って検索したらやっぱり出てましたはいこの直後ぐらいにですね CNN に呼ばれておりましてですねプロポーショナルレスポンスなんかプロポーショナイトレスポンスなんかダメだと CNN もボルトン呼ぶんですよ CNN もボルトン呼びますボルトンってねなんか不思議なポジションでチンなるタカ派じゃなくて一応しっかり説明できるタカ派なんで OK っていう位置づけっぽいんですよなるほどねほらトランクとも決別してますしねあっそうなんでそういうところでは一応その の政府の養殖もやってるって合理的な高派。あ、そうです。理性のある高派。ま、理性的かはさておき、ポジションがわかりやすくて、変にやばいことは言わない。はい。やばいことは言わない。変にやばいことは言わない。書いてるのはこれ、イランが核ってまだやってないのに、核を作ろうとしてる施設を。 そうですね。イフハンとかのあたりにですね、うん、核施設みたいなものをどこでその研究してるのかって場所はもう分かってんですよ。はい、でそこを空爆しろとは言ってました。はい、それはでもあの先に。 トム・クルーズがやりましたからねねそうですあの映画でまさにやっておりましたけどああいうところを狙えという状況でございますトム・クルーズがやったのは金郊大工を超えてたと超えてますねあれは明らかにだってあれトマホークでいきなり打ち込んでてってるのあれ国際法違反ですよねあもう完全に入り込んでやってますかやってますねやってますはいでそういうことでございますまあ今後もこういうプロポーショネイトなレスポンスみたいなものをやってまあプロレスっぽいこと やるのかもしれないですけど、うん、僕が言いたいのは、やっぱり核兵器があるおかげで、うんまあ、第三次世界大戦みたいなものは起こってないよねっていうところにおいてはです、ね、核兵器のやっぱ効果ってある程度あるのかな、うん、っていうことを言いたいと思います。